至らない文面ですが、見守っていただけると幸いです。フェイク込みなので、辻褄が合わないことがあると思いますが、ご容赦ください。付き合って4年、そろそろ結婚してもいいんじゃないかっていう彼氏がいた。当時20歳そこそこ、半同棲、互いの両親とも面識がありました。付き合い出して半年で、元カノに、一番好きなのはお前だよ、メールを送る瞬間を見てしまってから、私は元彼への信用と不信が半々。次やったら、周りにいろいろばらまくから、と、脅しが効いたのか、しばらくは静かだった。私は、サービス業だけど、正社員、元彼は現場の正社員。最初は同じ地元で働いていたけれど、彼氏の会社が車で2時間のところに移ることになった。なのでアパートを借り、私は仕事を辞めるわけにもいかず実家に戻った。落ち着いたら彼氏のアパートで同棲するとのことで、週末婚みたいな感じでしばらくは過ごしていたのだけど、今思うとこれが間違いだった。それから勤務1年未満でチーフになり、給料も上がり、彼氏は現場が地元近くと言っても車で1時間程度のところだったりすると職場に顔を出してくれていた。そんな時、私の妊娠が発覚。はじめは喜んでくれて、私の両親に挨拶までしてくれた。いつものように仕事後電話をしていると、本当に産める、育てられるとか言ってきやがった。何言ってんだこいつと思ったけど、当たり前でしょと答えた。いや、俺にはお前が母親になる自覚がないとしか思えないんだよね。カチンときた私が、男と違って女は24時間子供が体にいるんだ。いると分かった瞬間から覚悟はできてる。突然何言ってんの、あんたが父親になる覚悟ないんじゃないのと言ったところ、電話が途切れた。それから数日して、手術してくれと土下座してきた。理由は、私に母親になる自覚が見えない。仕事も辞めてどうする気なのかわからないと。つわりで、売り場に5分経つ、吐き気でトイレのループだった上、職場がブラックで休憩なしの12時間以上の勤務なんてザラだったので、妊婦には耐えられないと話をしたし、あんたもいいって言ったよね。と言っても手術してくれの一点張り。母親に相談すると、私からは何も言えない。あなたは大事な娘だけど、これは私が口を出していいことじゃないと泣きながら言ってくれた。私も泣いた。数日後、地元の大きな病院を予約した。彼氏には、いつ、どこの病院だから来いと伝えたが、結局うだうだ言ってこなかった。すでに中期だったので数日間入院だったのだけど、入院する朝車で送ってくれた母の顔はきっと忘れらないと思う。退院後、なんかなぁと思い、彼氏のアパートに行き、ピンポンを押してみた。もちろん平日の昼間なので、人がいるわけがないのに、中からテレビの音がしていた。気になって、ベランダをよじ登って部屋を見ると、私のパジャマを着ている女がいた。一瞬で冷めたというか、覚醒したというか、ああはいはい。って思ったのは覚えてる。中にいた女の子に、ごめんね、私、ここに住んでる奴の彼女なんだけどさ、あなたは誰かな？って尋ねたら泣き出す女の子。落ち着かせて話を聞くと、女の子はキャバ嬢。彼氏は、友達の友達で紹介してもらった。付き合い出したのは3日前。このパジャマは買っておいたって言われた。トイレのナプキンは妹のだと言われた。部屋にある服もすべて妹のだと言われた。悪いことは言わないから、こんな奴とは縁を切った方がいい。送ってくから、今すぐ着替えてというもやだやだな女の子。とりあえず時間がもったいなかったので、自分の置いてたものはすべてゴミ袋に突っ込んだ。彼氏にあげたものやもらったものも突っ込んだ。そうこうしているうちに、なぜか鳴るピンポン。ドアスコープから覗くと、そこに立っているのはお姉さん。女の子と二人、
思わず固まるが、恐る恐るドアを開ける。あら、やっぱりとお姉さんはいい。私の顔を見るなり、あなた、愛ちゃんだよね、と。頭の中が、はてなになる私と、文字通り泣き崩れる女の子。女の子を支えながら宙に入り、三人で話すことに。まず、それぞれの荷物の探索。私のものはあらかた出していたので、とりあえず女物を引っ張り出すことに。なぜか一着だけ誰も知らないパーカーが出てきたけど、もうめんどくさくて、とりあえずゴミ袋に入れた。それからいろいろ話をしていくと、噛み合う、私とお姉さんの彼氏とのスケジュール。私に会う日は、仕事仲間と飲みに行くと、お姉さんに連絡をし、お姉さんに会う日は、今日帰り遅いから今度にしようと連絡をしていた。あまりにもきっちりハマるもんだから、お姉さんと爆笑してた。手術の日は、なんと、お姉さんとアパートでイチャイチャしてたそうで。それを聞いた瞬間、忘れてた悲しみが爆発し泣き出す私。泣いてた女の子が慌ててタオルくれた。お姉さんは、ブチギレで今すぐ帰ってこいと電話かけ始めていた。電話でひとしきり怒鳴った後、電話を切ったお姉さんがぽつりと、私も妊婦なんだと。真っ青になる女の子、一周回って笑い出す私。すると、女の子も、もう2回も出されちゃっててと。もう笑うしかない、私とお姉さん。女の子には、その間、愛してるのは、お前だけ、メールが延々と入っていた。そして、私と、お姉さんには、俺の幸せを邪魔すんなメール。その日は、ひとまず連絡先を交換して解散した。女の子は、そのまま、彼氏の帰りを待つと言っていたので置いてきた。最後に、連絡もなしに三人集まるなんて、ほんとすごいよね、なんて笑ってたけど、あれは本当に奇跡だ。後日、女の子から、妊娠してましたとメール。もう関わりたくなくて、とりあえずスルーした。その数日後、お姉さんと飲むことになって、二人で男なんかいらん。と叫んでスッキリした。ちなみに、お姉さんが、私の名前を知っていたのは、元彼の財布にプリクラが入っていたからだそうです。やるならきっちりやれよ。と怒ってた。さらに、その後、女の子から浮気されたと泣きつかれたりいろいろあったけど、女の子とは、未だに交流があります。ついでに、約束通り、浮気しまくり手術させ、まくりの靴男と周りに流しておきました。数年経つ今でも地元に帰れないと愚痴ってるらしいですが、まあ。クソ男と別れた後、男性不信に陥ってたのが個人的に修羅場でした。そんなクソ男が先日で既婚したと知ったので思い出し、結婚を迫られたか？役落としがてら書き子。